スジャータスジャータコーヒーにスジャータスジャータが5時をお知らせします。5時になりました。文化放送、この後のニュースです。橋本総理大臣が新内閣発足の記者会見を行いました。高島屋の商法違反事件の初公判が開かれ、高島屋側の4被告は起訴事実を認めました。オウムの松本被告は今日の公判では暴れませんでした。この他、年輪ピックやワインフェスティバルの話題などもお伝えします。この時間は YKKAP がお送りいたします。世の中にはいろんな悩みがありますな。例えばファンヒーターに給油するとき手が汚れる、匂いがつく。その点コロナのファンヒーターなら汚れ線がついておりまして、慌て者が給油しても手が汚れません。おりゃ汚れませんならお後がよろしいようで。コロナ普通のニンニクに品種改良をどんどん続けたらでっかいスーパーガーリックできた。まんまに酔わない、まんま体にいい自然派パワードリンク、スーパーガーリック21。武藤敬司、ニンニクで体に勝つ。 YKKAP のずっとシリーズはこれからの高齢化社会に対応する商品と思い、うちでも取り入れましたが評判はよかばい。とおっしゃるのは長崎県都議地町日本住宅の長石さん。台風対策に強化ガラスをおすすめしているそうです。おすすめします、いいものを。 YKKAP。こんばんは、小倉智昭です。こんばんは、長野恵子です。昨日再選された橋本総理大臣は今日午後3時から記者会見し、新内閣の課題と方針について所信を明らかにしました。3年3ヶ月ぶりの自民党単独内閣で、政権基盤は弱さを抱えてのスタートですが、最重要課題としている行政改革についてはこう述べています。21世紀にふさわしい経済社会構造に再構築をしていくためにも、まず政府自らがその中核をなす霞が関の改革に直ちに着手しなければなりません。このことは、まあ、長きにわたって続いてきた行政システムの、まあ、根本的な設計変更を求めるものであり、まあ、強い政治的な意思がなくては到底実行はできません。私自身が責任者となって霞が関改革のための直属機関の発足に向けて直ちに取り掛かって。橋本総理は将来的に省庁の数を半数程度に減らしたいとこうしておりますが、各党大合唱ともいえるこの行政改革、尻すぼみは許されません。では次に、オウムの麻原彰晃こと松本智津夫被告の第15回公判が昨日に続いて開かれました。東京地裁前から文化放送日比野記者がお伝えします。はい、今日の公判、井上義弘証人に対する反対尋問の焦点は、昨日乱れた松本被告の今日の様子はどうかという点と、もう一つは国松長官事件を自供している警視庁巡査長と井上証人との関わりはどうであったのかという点でした。まず松本智津夫被告ですが、午前中こそなんとか1時間40分座っていましたが、午後に入ると間もなく15分間意見を言わせてほしいと訴え始めました。昨日安倍裁判長を激しく恫喝した時とは180度態度を変えた松本被告は、愛玩調の言葉遣いで、愛する弟子たちに今お話ししなければならないことがあるのですと2回にわたって申し立てましたが、裁判長に趣旨がわからないと2度とも却下されました。そうした2度の中断を経ながら反対尋問は、井上証人と国松長官事件を自供している巡査長との関係を正す局面に入っていきました。井上証人は去年1月1日の読売新聞のサリン報道の後も、この巡査長がそれほどの情報を持っていなかったため、巡査長という階級では情報は持っていないと思い、それ以降は彼を情報源として使おうと思わなかったと証言し、地下鉄サリン事件前の巡査長との接触については、自分は一切していません、嘘をついてどうするんですかと珍しく関西弁のイントネーションになりながら、井上被告は重ねて巡査長との接触を否定しました。また地下鉄サリン事件の後も巡査長とは電話連絡を取っただけで、実際に会ったことは一度もないとして、これまでの法廷証言同様、井上被告は国松長官銃撃事件には自分は一切関わっていないことを今日の公判でも訴え続けています。東京地裁からお伝えしました。日々の記者がお伝えしました。
さて60歳以上の高齢者の人たちのスポーツと文化の祭典第9回年輪ピックが明日から宮崎県を舞台に開幕します。開幕を前に控えた表情など宮崎から文化放送市原記者がお伝えします。宮崎市の今日の最高気温が 21.3 度と、やはり南国宮崎は暖かいなといった印象ですが、宮崎地方気象台によりますとこれでも平年並みということです。年輪ピック宮崎大会の開幕を控えて名古屋市選手団114人が今日午前9時に宮崎入りしたのを皮切りに今日中に参加8500人の選手のうち 61% に当たります5200人の方々が宮崎入りしました。一番乗りした名古屋市選手団には宮崎産の蘭の花がプレゼントされるなど南国らしい雰囲気に包まれました。一方明日年輪ピックの総合開会式が行われる宮崎県の陸上競技場では午前8時から明日の本番と同じく4000人が参加して入場の順番の確認などリハーサルが行われました。ところで年輪ピックは60歳以上の方のスポーツと文化の祭典です。年輪ピック宮崎大会の最高齢者は卓球大会に出場する地元宮崎県日向市の柏田熊蔵さん、なんと91歳です。健康の秘訣は結局運動と食事をバランス取れるようなやり方、ほうれん草、にんじん、ピーマン、それにバナナ、卵、牛乳、ジュースをこしらえるんです。その2号は 朝飯の代わりです。で1号は晩の晩酌に焼酎を入れて飲むんです。もう風邪はもう50年したことないです。もう人間は1日に1度汗かかないといかんからね。もうそういう意味合いによって私は卓球をもう一生これからもねやっていくつもりです。柏田さんはこの年輪ピック3回目の出場で明日の開幕を心待ちにしていました。北は北海道から南は沖縄まで全国各地からおよそ8500人が参加する年輪ピック96宮崎、開会式は宮崎県総合運動公園で明日正午お昼から始まります。以上宮崎からお伝えしました。市原記者でした。今年も冬の味覚ボジョレ・ヌーボーの日本上陸が間近に迫ったんですが、今日東京都内でおよそ600種類のワインを集めたイベントが開かれ、国内では珍しいワインのオークションも行われました。さて競り値の方はおいくらぐらいなんでしょうか。さあ買ってください。もうこんなワインは町にはありません。ぜひお求めください。一本持っとったらもうフランス人びっくりしますよ。はい行きます。12,000円。13,000円。どれにしようかなって目移りしてるとこなんですけれども、これだけたくさんあるとね目移りしますね。なんかすごい綺麗な方もたくさんいらっしゃるんで、目の保養と両方でいいですね。何種類飲んだ今。61年というのはもう45年と61年がこの100年間の間で一番いい年なんです。これ一本持っとったらもう本当に61年、これは素敵なワインです。ぜひ買ってください。安くありませんよ。それでもこれ一本持ってれば61年ですからね。はい行きます。3万円。自分のライフスタイルとかステージの中でいろんなワインが楽しめるっていうのがまあ一番だと思います。ただ最近の傾向としてはやっぱりここへ来ました赤ワイン、それから少し辛口化の傾向があるというのはここ1年ぐらいの傾向として出てるんじゃないかと思いますね。はい彼に落とします。ありがとうございました。これは小売価格75,000円です。ありがとうございました。こういうのを買うとね本当にお買い得です。もう半分も分かった。今回初めてこういう企画をやらせていただいたんですけども、去年ぐらいから底辺が急に広がってきたんじゃないかと思います。我々は業者として随分手応えを感じておりますし、去年はちょっと志らくさんの事件があったために、我々みんなほとんどボジョレ・ヌーボーを売らないというような形が出ておりましたので、今年はもうみんなそれぞれ心に期するものがあると思います。このフェスティバル明日まで東京の池袋で開かれています。さて今日の東京株式市場平均株価の終値は昨日に比べ429円93銭高の 21,201 円4銭と10営業日ぶりに 21,000 円台を回復しました。こんにちは田中ひろ子です。秋に嬉しいグッドニュース、キグナス石油では SJ バーンオイルの発売を記念して2500円以上お買い上げになると抽選で最高5万円がもらえちゃう秋のキグナスフェア実施中です。 Go! Go! キグナス当たれ当たれ5万円キグナス。 SJ バーンオイル新発売のキグナス石油がお送りしました。
が違う、機動力が違う、小松エンジンフォークリフトレオ、1トンクラス、2トンクラスの充実ラインナップです。作業をテキパキこなすレオのお問い合わせは茨城小松リフトへ。リース、レンタルもお気軽にお問い合わせください。一生懸命男です。生きを切るラグラックス、個性は仕事と遊びで磨かれる。感性を切るラグラックス、どんな時にも最高でありたい。注目の一着ラグラックス、男全力投球。紳士服礼服はラグラックス。田中美佐子です。一緒に料理を作るとか、一緒にワインを飲むとか、一緒にビデオを見て泣いたりドキドキしたり笑ったり、そんなゆとりのある楽しい我が家をアイフルホームが応援しています。応援します。安心の家づくり、アイフルホーム。このトラックって走ってる時クラッチ踏まなくていいのか。そうです、エスコット2って言うんです。でもオートマじゃないよな。ええ、セミオートマチックって感じですね。こりゃ楽だ。シフトチェンジの常識がシフトチェンジ、エスコット2ビッグサムトラクターに搭載、日産ディーゼルです。5時14分になります。笑顔の付き合い、本田クリオ埼玉がお送りする文化放送交通情報です。警視庁の日野さん、はい、お願いします。お伝えします。千葉の京葉道路上りは穴川で8キロと花輪では10キロをつながっています。都内の一般道、この時間も混み合っています。第一京浜は大森から千葉に向かって上りが7キロ、海岸通りは品川埠頭入り口から汐留に向かって上りが6キロ、環七は江北陸橋から嘉平に向かっての外回りが5キロ、通過時間いずれも 4,50 分です。警視庁からお伝えしました。はい、文化放送交通情報、次は5時40分頃お伝えします。みんなでステップ、楽しいワゴン、嬉しいステップ、楽ちんワゴン、こんな車を待っていました。新発想のファミリームーバー、ステップワゴン、ついに誕生。さあ今度の土日はご家族一緒にクリオ埼玉へ。クリオ埼玉。文化放送エコライフ情報。こんにちは、エコライフキャスター庭田佳子です。今月23日土曜日、山梨県富士吉田市にある富士五湖文化センターで第2回桂川相模川流域シンポジウムが行われます。山梨県と神奈川県が手を携えて、お互いの県にとってかけがえのない桂川と相模川の流域環境を守るために、上流と下流それぞれに意見を出し合って考えていこうという催しです。川は私たちの暮らしを守って豊かにする恵みです。あなたと川との関わり、思い出、あなたにとっての川についての声を聞かせてください。宛先は郵便番号 160-02、 文化放送エコライフ情報、私と川の係でお待ちしております。あなたの生活排水は川に流れていきます。あなたの生活に必要な水は川から汲み上げます。あなたの体を流れて川へ帰る水、もっともっと川に関心を持ってください。もっと川を大切に、河川環境管理財団。小倉智昭の夕焼けアタックル。5時16分を回りました。文化放送です。さあ続いては小倉智昭の心配ご無用、日本ロシュがお送りします。日本ロシュの健康ことわざ、嘘本当。遠足で足が疲れた時は温かいお湯につけるといいんだよ。本当だよ。どっちかな、どっちかな、答えは番組の後で。医薬品の日本ロシュ。俺の名前はハマー小倉。人々の体の悩みを解決する私立探偵だ。しかしあれだ、都心のイチョウ並木も色づいて、公園の木々も紅葉して綺麗になった。こうして見ると東京の紅葉だって捨てたもんじゃないな。都会の紅葉っていうのも素敵ですよね。そんなイチョウ並木や公園をカップルで散歩したらムード満点。枯葉がひらひらっと舞ったりして、その枯葉が彼女の頭に落ち、優しく取ってあげる。すると彼女はありがとうと言いながら一瞬立ち止まる。その顔を見た途端、男はムードたっぷりな状況からつい彼女を抱きしめたくなって肩を抱き寄せる。そして目と目が合う。
彼女は一瞬驚きながら危険を察知するが、男はそんな気持ちを見逃さず素早く顔を近づける。すると彼女は小さな声で、やめて。いいじゃないか、だって人が見てる。関係ないさ、でも恥ずかしい。俺のこと好きだろ、だったらいいじゃないか。でも、まあ、時間がありませんから、おはがきいきますよ。東京都の匿名希望、50歳の女性です。タバコ、酒、カラオケは全くダメなんですが、 3,4 年前頃からかすれ声で声が出にくく、3年から4年前頃からかすれ声で声が出にくく、飲み込みにくく、喉の乾燥感があり、喉がイガラっぽいのです。大丈夫、イガラっぽくないね。大丈夫です、大丈夫です、はいはい、思い切って昨年咽頭がんの検診を受けましたが、心配ないとのことでした。症状は一向に治らないので、トローチ、粉薬、霧吹き状の喉薬などを使用していますが、相変わらずです。今年もまた検診を受けてみました。声帯が慢性になっていて、喉でないので貝薬などは大して意味がないと言われました。やがてがんになったりしないでしょうか。症状を治す方法や注意すべきことなどご相談申し上げます、ということです。 3,4 年前からかすれ声になってしまって、声が出にくい、ええ、まあ、文面化すると症状は辛いな、これ。そうですね、飲み込みにくく、喉の乾燥感もあって、喉がいがらっぽいということですから、これが毎日だったら辛いですよね。そうするとこの方はハスキーな声なの。そうかもしれませんね。まあカラオケはダメだって言ってるけどな、結構迫力ある歌声かもしれないぞ、うん、まあ、うまく曲さえ選べば拍手喝采かもしれません。しかしハスキーな声ってセクシーな声だぜ。そう、特に男性の場合そうですよね。そんな男性の声に弱いっていう女の子もいますよ。俺の声もセクシーな声だと言われたことある。そうですか、そうですかじゃなくてさ、ナギも俺の声に魅力を感じないかって聞いてるんだよ。魅力ね、あ、そんなことよりちゃんと相談に答えてあげてください。でもね、この方は昨年と今年ちゃんと検診を受けてるんだろ。ええ、でその結果心配ないんだから、よく言われるポリープなどの心配ないんだよ。そうですか、うん、では回答ご紹介します。昨年と今年咽頭がんの検診を受けていらっしゃるとのことですから、声帯にポリープができているとか、がんができているとかいった問題はまずないと思われます。この方の場合は喉自体には問題がなく、むしろ他の病気の可能性も考えられます。と言いますのは、声がかすれて声が出にくいということよりも、口の中の乾燥感があり飲み込みにくいということの方が問題かもしれません。つまり唾液の出方が少ないために起きてきた症状だと考えられるからです。このように涙と唾液の分泌が少なくなったために、目や口の中が乾燥してしまうシェーグレン症候群という病気があります。この病気は圧倒的に女性に多く、40代から50代の女性によく起こります。原因ははっきり分かっていませんが、免疫の異常で起こる病気と考えられています。涙も少なくなるので目がゴロゴロしたりする症状はありませんか。まずはかかりつけの先生か、お近くの内科でご相談してみてはいかがでしょうか。もしこのシェーグレン症候群が疑われるようでしたら、専門医に紹介してくれると思います、ということです。シェーグレン症候群、俺は結構いろいろ詳しいつもりだけど、初めて聞く言葉だな、はい、そんな病気がありますね。つまり涙と唾液の分泌が少なくなっちまう病気だ、それが原因で飲み込みにくいとか、口の乾燥感といった症状が起こるとのことですね。まあ、喉の心配よりむしろそっちの症状の方が心配だと先生おっしゃってるよな、先生の言う通り、これは早めに内科の先生にね、見てもらってちゃんと調べてもらった方が良さそうだね、はい、そうですね、ぜひそうなさってください。この事務所では皆さんから健康に関するご相談をお待ちしています。宛先は郵便番号 160-02 文化放送小倉智明の夕焼けアタックル、小倉智明の心配ご無用の係までどうぞ。なお年齢と性別をお忘れなくお書き添えください。ご紹介した方には番組オリジナルテレホンカードをお送りします。安心アドバイザーは東京都医師会。この番組は東京都医師会の協力でお伝えしました。遠足シーズン、張り切りすぎて足が棒のようになってしまったら、温かいお湯にじっくりとつけてごらんなさい。血液の循環が良くなって疲れが取れますよ。あなたの健康が私たちの研究テーマ、医薬品の日本ロシュ。この番組は日本ロシュがお送りしました。寒くなってきました。でもアウトドア2に言わせると、秋から冬にかけてが最も楽しいシーズンなんだそうです。さて今週の埼玉トヨタは、そんなアウトドア派におすすめする RV 王国フェア、ランクル、エミーナ、ハイラックスなど埼玉トヨタ自慢の RV が寒い冬を暖かく演出します。使ってますか。使ってますよ。京都西川のローズテクニー、電位療法と温かい温熱療法で寝ながら心と体をリフレッシュ、現代人の疲れを芯から癒す21世紀の医療用の敷布団です。眠れないお父
さんに、肩こり冷え症のお母さんに、もちろんおじいちゃんおばあちゃんにも。京都西川のローズテクニーで健康家族、ローズ羽毛布団と一緒にどうぞ。下痢、食あたり、水あたりにラッパのマークのセイロガン、お買い求めの際はラッパのマーク対抗薬品のセイロガンとご指定ください。なんだか旅に出たい男のロマンだな、ちょっとかっこいい。そこでフレンドリー埼玉フェア、ご来場抽選で1000名様に当たるハイウェイカード1万円分をさっと取り出す。これで行けるところまで行くぜ。さらにかっこいい、いいなと思ったそこのあなた、土曜日曜はお近くの埼玉県トヨタグループのお店へ。これであなたもかっこいいかもね。アタックル週末競馬予想ということでございまして、このような状況下、はい、しっかり競馬の勉強をする間もなく、勘に頼るしかない状況ですが、勘です。3名様に5000円分の馬券を差し上げる。そうです。まず当選者の方です。はい、埼玉県にお住まいの萩原明光さんとお読みするんでしょうか。うん、それから42歳会社員の方ですね。はい、そして与野市の有馬博子さん54歳主婦の方、立川市の白石雄作さん58歳会社員の方、以上3名様に5000円分の馬券をプレゼントいたします。うん、それでまあ今年から秋華賞ができて4歳の牝馬のまあ競馬はそっちになりましたから、はい、これエリザベス女王杯と名前は同じでも 2200m で4歳以上のオープンの競馬になったわけですよね。はい、まあ4歳馬もレインボークイーンだとかシーズグレースだとかロゼカラーとはとか出てきておりますが、果たして4歳の牝馬とまあこの小馬の牝馬がどういう競馬をするか、その辺が結構難しいところだと思うんです。はい、あの格をね考えた場合、岸アマゾンはまずやっぱり上でしょう。ただ安田記念10着とあの有馬記念のあと半年ぐらい間空けてどうも馬に疲れが出て出遅れて、1回使っただけでまた5ヶ月放牧して使ってきたっていうことで、状態としては不満が残りますし、岸アマゾンはどれほど力があってもやっぱり今回は人気はあんまり集めませんよね。やっぱりその人気っていう意味だとダンスパートナーの方でしょ。で4歳の時に菊花賞に挑戦したぐらいの大物ですしね、宝塚記念でも3着ですし、この前の休養明け大商店1回使われて、で鞍上が C で、そういう意味ではダンスパートナーが結構人気になると思うのよ、一番人気。ただね、格を考えた場合、俺2番の北斗ベガっていう馬がね、果たして軽視していいんだろうか。これはダート馬と見られてますよ。はい、で年齢的にも7歳ですよ。ただねダート馬でね地方を転戦していて7連勝っていうのはねなかなかできるもんじゃない。しかも船橋の2400のダイオライト記念だとか大井の2000の帝王賞だとかちぎって勝ってんですよ。で僕はダイオライト記念だとか帝王賞っていうのはやっぱりあの中央の G1G2 に十分匹敵する内容の競馬と思ってますから、だ今この馬はね最近芝で走ってないけど芝で走らせても結構やってくれるんじゃないのかなって期待はあるの。うん、だからまあ岸アマゾンも切り捨てられないし、ダンスパートナーももちろんだし、北斗ベガと、岸アマゾンとダンスパートナーの、三角買いね、2、11、2番、15番、11、15番、ね、はい、2、11、2番、15番、11、15番、それで北斗ベガからの2番15番だけを2000円買う、北斗ベガからダンスパートナーの2番15番だけ2000円買って、はい、今これで4000円でしょ。そうです。あとはやっぱりロゼカラーがこのところの具合がいいから、4歳馬だとこの馬かなっていうことで、襟もしっくりこっちを上に見てロゼカラーを抑えて、抑えだったらやっぱり軸はダンスパートナーかな、15番16番っていうのを1000円買います。これでも結構ね高配当になるみたいだから、はい、くればの話ですけどもちろんロクスポ勉強してない時の方が当たるっていう話もありますけどね。はい、どうぞお楽しみに。それから来週はマイルチャンピオンシップですが、5000円分の馬券3名様プレゼントです。で皆さん木曜日必着でご応募ください。お待ちしております。カルビーアウトドア天気予報、お天気娘山本修子さんです。しょうちゃんこんにちは。はい、こんにちは。今週はどうだろうな。はい、今週は小倉さんにお土産を持ってきました。やった、天気のお土産違うと思うんですけれども、実は熊手、あ熊手かっこみな
んですけれども、うん、これ、うん、あのおかめの面のついた小さな熊手を、実はですね、今日はあの新小岩の香取神社の方で鳥の市が行われておりまして、うん、はい、ちょっとぶらりと立ち寄ってきたんですけれども、あらあれ、開運出世、開運出世、役払いってのはありますか？いや、役ですか？一応の、ね、商売繁盛と思って持ってきたんですけれども、長野さんにもありますので、本当に、あ、よかった、ちゃんとこれで、はい、すみません、ありがとうございます。ください、うん、さてさて、あの、まあ、年の瀬も近いなという、寒くなったなと思うこの頃なんですが、はい、今週末は全般に曇りのお天気なんですね。なんか今週前半の予想だと土日また雨だって言ってたんだけど、雨が前倒しになったのかな、また。そうですね、少し良くなりまして、うん、この雨が残るのは明日の朝までということでね、うん、明日の朝、はい、という日曜日は日中は曇り、うん、そして明後日の日曜日も、まあ、日中曇りなんですけれども、時々日が差すところもあるということで、うん、まあ、主な予想よりはちょっと良くなってきたんじゃないかなということですね。はい、そういうことですね、はい、ただ今日はちょっと気温が13度までしか上がらなくて寒かったんですけれども、うん、この土日はそんなことはなくて、うん、だいたい日中20度から21度くらいまでは上がりそうです、うんうん、アウトドア土曜日よりは日曜日の方がおすすめとなりそうですよ。よかった、はい、ありがとうございました。山本修子さんでした。どうも。カルビー新ポテトチップス、いい音、新しい歯触り、窒素ガスを充填して新鮮さを保ってるの。こんなジューシーなポテトチップスは初めて。パリッと新鮮、カルビー新ポテトチップス。カルビー。小倉智昭の夕焼けアタックル、文化放送をお聞きいただいております。時計の針は5時29分、まもなく30分になります。電力クラブフォーエバーヤング、今夜のパートナー村野武則さん、また面白い話をしてくださるんでしょう、はい、で5時半からリクエストの受付ですから20秒後開始です。受付電話番号東京03-3359-1134、 3359-1134、ファックスは金曜日ですから2本あります。東京03-5269-1138、 5269-1138、 もう1本は東京03-3359-2800、これはいつもと同じ3359-2800。はい、5時半になりました、はい、くれぐれもお間違いのないようにリクエストお寄せください。小倉智昭の夕焼けアタックル。日本火災の火災速報です。東京都内、今日これまでに12件の火災が発生しましたが、すべてぼやで消し止め、焼失面積はゼロとなっています。なお、けがをされた方が1名出ています。日本火災グループの日本火災パートナー生命は10月1日より営業開始いたしました。あなたにはあなたの日本火災、損害保険の日本火災がお送りいたしました。幸せ一緒、福耳ラジオ。文化放送。松田美に逃げろくざまで三島歌います。走る走るボンゴー、パワーアップでボンゴー、心地いいじゃんいいじゃんボンゴー、これが新しい仕事向上ビークルボンゴー、松田に乗りに行こう。ぜひ僕の競馬あなたの競馬、八千草香織さんは小馬を応援する。5歳になっても10歳になっても何回もチャンスがもらえるなんてよかったわね、牝馬ちゃんたち。小馬か4歳馬か、11月10日は新しいエリザベス女王杯 JRA。 ヘイミエミリがお伝えします。東京の皆さん、長野がすぐそこまで迫っています。11月14日、上信越自動車道小諸高速間が開通。長野へは関越道からも高速一本でつながります。長野大接近 JH。トヨタエキシブ全日本ツーリングカー選手権チャンピオン獲得。96年トヨタチームトムスはエキシブで2度目のシリーズチームチャンピオンに輝く。感動をさまざまな形で。 We race, you win。 トヨタ。さて皆様、次にご覧いただきますのが千年級でございます。素材は高級いぶき木さ。お灸のイメージをファッショナブルに一新、お肌に優しいワンタッチのお灸に仕上げました。お灸のイメージが変わってワンタッチ千年灸。あ、疲
スポーツカー、RV、ワゴン、マイクロバスもあるんだ。豊富なタイプから選べるのがトヨタレンタカーだよ。あとは運転手をしてくれる彼を選ばなきゃ。おいおい、トヨタレンタリース。詳しくは電話 3264-0100 番トヨタレンタリース東京へ。さあ続いては川中美幸さんの登場です。川中美幸、人、歌、心、そば焼酎、雲海でおなじみの雲海酒造がお送りします。こんにちは、川中美幸です。今週は電話インタビューでお送りしております。今日お話をお聞きするのは、明日からですね、宮崎で開かれるメンディンピック96宮崎のソフトテニスに出場される、久下初音さんです。67歳の方です。お楽しみに。あなたの読書の秋ということで本を片手にいっぱい、芸術の秋ということで絵を描きながらいっぱい、スポーツの秋ということでゴルフ帰りにいっぱい、いやはや初秋の秋だね。それでは早速、久下初音さんをお呼びしましょう。もしもし。はい、久下でございます。久下初音さんですか。はい、そうでございます。はじめまして、私、あの、川中美幸と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。あの、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですが、67歳ということですが、はい、お声を聞いてるとなんか50代のお声ですよね。そうでございますか。若いですよね。とてもとてももうおばあちゃんでございます。いや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 、あの、久下さんは、はい、あの、ネンリンピックに、あの、今年で5回目の出場だったそうですね。はい、あの、おかげさまで、今年で5回目でございます。すごい元気ですね。だからのお声にも張りがあるんですよね。そうですか。あの、ソフトテニスっていうのはどういうものなんですか。あの、そうですね、イギリスから入ってできた公式テニスをですね、日本人向きに、はい、あの、改良されたのがソフトテニス で、はい、で110年くらいの歴史があるというように伺っております。あ、なるほど。いつ頃から久下さんはそのソフトテニスを始められたんですか。あの、昭和50年くらいからで。あ、もうそんなにやってらっしゃいますか。はい、はあ、このソフトテニスのその面白さっていうのはどういうとこですかね。そうですね、あの、2人でですね、前衛後衛でゲームをして、あの、勝った時の嬉しさとか、負けた時の悔しさなどが、面白さにつながっていくのですが、うん、これどなたかのお誘いかなんかで始められたんですか。はい、あの、この佐渡原町というところはですね、あの、ソフトテニスのとても盛んなところでございまして、あの、ご近所の方のお誘いを受けまして、参加したのがきっかけで未だに続いております。うん、なるほどね。でも、あの、なんとなく、まあ、ソフトってついてるからソフトテニスなんでしょうけれども、はい、やっぱテニスというと私も時々やらせていただくんですけど、はい、非常にハードなスポーツですよね。そうですね。やっぱり、あの、お友達にですね、78歳でまだ現役でしてらっしゃる方がいらっしゃるんです。はあ、励みになりますね。その方も今度ね、オリンピック行かれます。出されます。なるほど。もうその方と第1回のメンディンピックでご一緒になって、お友達になりましてですね、もうずっと、あの、交流があるんですけど、 その方もとても元気です。私なんかも負けるくらいでございます。まあ、これから高齢社会なんてよく社会問題になってますけれども、はい、やっぱ皆さん頑張っていただきたいなと思いますよね。はい、そうなんですね。うん、でも全国からね、はい、参加してくる皆さんにですね、はい、宮崎の良さを久下さんちょっと PR していただけますか。はい、はい、そうですね、あの、青い空、青い海、緑の豊かというのがですね、宮崎のキャッチフレーズになっておりますが、はい、あの、温暖な県でございますので、はい、一年中あらゆるスポーツが、あの、屋外でできます。それにですね、海のもの、野菜、果物なども新鮮で豊富で良いところだと思っております。なるほどね。はい、久下さんね、はい、明日から始まりますネンリンピック96宮崎、はい、ソフトテニス頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ頑張ります。はい、じゃあ、あの、リクエストいただきたいと思います。はい、
美空ひばりさんの、はい、川の流れのように。はい、わかりました。すいません、お願いいたします。あの、本当にありがとうございました。ありがとうございました。明日から頑張ってください。はい、美空ひばりさんで川の流れのように。明日から始まります年リンピック96宮崎のソフトテニスに出場される久毛初音さんね、電話で皆さん聞いていただきまして、67歳ということなんですけど、若いですよね。皆さんも頑張っていただきたいなと思います。本当にありがとうございました。それではまた来週、お相手は川中美幸でした。今、蕎麦焼酎雲海や麦焼酎いいともを買うと、もれなくえりすぐりの蕎麦を丹念に打ち上げた雲海酒造のオリジナル雲海蕎麦を差し上げます。30周年記念雲海いいともサンクスキャンペーン、詳しくはお近くのお酒屋さんで。麦焼酎いいともでおなじみの雲海酒造がお送りしました。見えますぞ、水晶玉の中にあなたの行くべき道が。それは一体。赤いものがぼーっと、赤が棒、赤棒、赤棒、そうか。あなたも赤棒を始めませんか。ただいま新規開業者受付中。詳しくは赤棒本部へ。家族が揃えばやっぱりすき焼き、そこでエバラすき焼きのタレ、簡単手軽しかも美味しさ本格派、エバラすき焼きのタレ。5時41分になります。建築用ドリルネジのピアス販売がお送りする文化放送キャスター交通情報です。澤田さん、お願いします。はい、雨も強くなっているところありますね。関越道の練馬出口は9キロの渋滞におよそ40分もかかっています。東名高速の渋滞は横浜上り方向はおよそ15キロです。京葉道路の渋滞としては上り穴川8キロ、花輪で10キロ、篠崎の出口は1キロの渋滞となっています。さて、首都高速、事故は川口線の上り新号付近になります。車2台の事故で新号は 2,3 キロの渋滞です。それと3号線上りは青山トンネル、どうも原因がまだ分かりません。トラックが止まっています。上りの渋谷を先頭に洋画の方からの渋滞は8キロで、通過には55分かかっています。以上です。はい、澤田さんでした。文化放送交通情報、次は6時10分過ぎにお伝えします。BL 法が施行されました。製造者の責任が厳しく問われます。だから建材用のネジは強くて錆びにくいピアスタ、磁石のつかない18ハチステンレスと鋼の複合ネジピアスタ。詳しくは大阪 06-681-5858 ピアス販売へ。神奈川県茅ヶ崎の坂井薬子さん、26歳会社員の方。はい、長野さんのお顔を初めて拝見しました。あ、そうですか。嬉しかったです。綺麗ですね。そんなことありませんよ。マメな人、それは私自身です。私を知る人は10人中10人マメだねというので間違いないでしょう。どこがマメなのか、筆マメなのです。手紙が届いたらその日に返事を書いて、次の日には必ずポストへ。バースデーカードは知人には全員出しますし、年賀状も幼稚園の頃の恩師まで未だに出してます。手紙を書くのはもちろん好きですが、早く返事を書くわけは人を待たせるのが嫌なんです。でも筆豆は一生の財産と言いますし、これからも豆でいたいと思います。綺麗な字だな、羨ましい筆豆。もう書き始めると早いんですけどね、その書き始めるまでが億劫でね。埼玉県新座市の三橋めぐみさん、10歳、小学校5年生。めぐみちゃん、ありがとうね。私のお友達なんですが、とってもこまめなんです。例えば遊びに来ると、今日は何時何分何秒まで遊べるわと言って遊ぶんですよ。おい、将来アナウンサーだその子。時々遊びの最中に、それもとっても楽しく遊んでる最中に、時間だから帰ると言ってさっさと帰ってしまうんですけど、こまめな友達ってつまんないなと思ってしまいます。おい、10歳の子の電話かこれ。おい、しっかりしてらっしゃいますね。10歳の子がこまめとか言うか。ちゃんと覚えてるんですよ、そういった言葉はね。墨田区の石井武さん、ふとやさん22歳。まめな人、僕の彼女です。僕の部屋が日に日に彼女の趣味に染まっていきそうです。別に一緒に住んでるわけじゃないんですが、遊びに来るたびに一つずつ何か持ってくるんです。最初はカレンダー、そして写真立て、レターセット、クッションなどですが、この間来た時、今度はカーテンねって言ってました。別に彼女のことを嫌いじゃないわけだからいいんですけど、一歩引いて考えると怖いなって感じします。テレビで見ました。長野さん美人で嬉しいです。嬉しい、そんな、もうそれにありがたいことですね。じゃあまた来週の月曜日、はい、多分出てみます。さよなら。